ということで、本日は、我らが赤井英和さんの映画ネバーギバー新世界、これの舞台挨拶ですね、伺わせていただいております。こちら、ナンバーパークスシネマさんですね。はい、今から行ってまいります。皆さん期待してくださいね。ネバーギバー新世界の上映にお越しいただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。MC を務めさせていただきます。劇中更新所の娘さゆり役を演じました徳武美香です。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ではですね、本日は本作の主演赤井英和さん、そして同じく主演監督の上西雄大さん、本作の制作支援者であり出演者の上山勝也さん、草刈健太郎さん、そして出演者の古川愛さん、私徳武美香の舞台挨拶を取り行わさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それではお待たせいたしました。早速ご登壇していただきます。皆様拍手でお迎えください。赤井英和さん、上西雄大さん、上山勝也さん。それではですね、早速皆様にご挨拶と大阪で上映を迎えた感想をいただきたいと存じます。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。本来でしたら、去年上映されるはずだったんですけども、このコロナの影響で上映が延期されてまして、本日を迎えることができました。この1回目からたくさんのお客さんに来ていただきまして感謝申し上げます。本当にどうも今日はありがとうございます。上西雄大です。本日は本当にお越しいただきましてありがとうございます。皆様本当に僕にとってはもう関西人にとって赤井さんっていうのはもう特別な存在で、僕はもう本当にいろんな思いが赤井さんって言葉にするだけですぐ湧いてくる、そういう思いだったんですけども、その赤井さんと一緒にバディになって映画に出ることができて、しかもこんなにたくさんの方々に見ていただけたということで、今ちょっと 身が震えるほど感動しております。本当にありがとうございます。よろしくお願いいたします。私は俳優ではございませんので、こんなところで喋るのはちょっとおかしいに違うかなと思います。でも今回この映画を作らせていただいた、ネバギバ新世界の町で私ども商売をさせていただいておりまして、そこが原点で、ずっと今に至るわけですけれども、赤井さんとは、高校の時15歳の時に出会っておりまして、今年で45年ずっとお付き合いさせていただいておりまして、なんかこんなコロナの中でですね、おもろいことできへんか、そんな発想からですね、やっとこの映画ができたということで、非常に私自身は感動しております。ただ私素人ですので中で出てきておりますけれども、そのあたりはちょっと不細工なところを見せてるなと思いながら、この映画流行ってくれたらええなというようなことで思っておりますので、皆さんどうか、応援してください。よろしくお願いいたします。上山さん、役者ですよ、ほんまに。さっき見てたら素人違います。私こそ滋賀内建設会社を務めさせていただいてもらいます、草刈と申します。本当に西成のその人のつながりをすごい綺麗に描いたのとですね、今私たちが今忘れがちな本当の意味での義理と人情で、弱気を助け強気をくじくみたいな人形道をですね、改めて思い出させていただくような素晴らしい映画だと思います。ありがとうございました。皆様本日は誠にありがとうございます。無事に今日大阪初日こうして舞台挨拶が行われて本当にホッとしております。今日は短い間ではございますが、どうぞよろしくお願いいたします。楽しんでいただけてるんじゃないかなと思います。今回本当にこのように大阪で無事に舞台挨拶もできることを嬉しく思います。どんどん拡散していただいて、また2度3度と足をお運びいただけたらと思います。ありがとうございます。それでは映画についてお話もお聞きしていこうと思います。監督の上西さんにお聞きしたいのですけれども、赤井英和さんとダブル主演の映画を作ることになって、どのような映画にしたいというふうに思って本作が生まれたのかお教えください。もう見ていただいたら分かると思うんですけども、僕はもう本当赤井さんの魅力をもうこの作品にそのど真ん中に置いて、僕自身も赤井さんを愛してやまない
本当に一ファンでしたんで、その赤井さんの魅力をセンターにドワンとこう見せれる、僕らはその脇で一生懸命赤井さんをこう表現できるようなものになりきりたいなと、それになりきれることも喜びでしたんで、とにかく見ていただいたら赤井さんが持つあの魅力、人間としての魅力、その間違ったやつに向かっていく、まっすぐ向かっていく表情だとか、そういったものはもうあの大阪弁、特に大阪弁が、あの赤井さんの喋られる大阪弁のセリフは本当に赤井さんしか喋れない大阪弁で、僕はそれをこの映画で真ん中にきちんとあの通して描ければと、それだけをまあ本を書く段から考えてましてですね、あの本当にあの本作見た時には僕は赤井さんの本当にファンとしてすごくこの作品を僕もすごく楽しみました。はい、ありがとうございます。赤井さんは脚本最初に読まれてどんな感じの印象を持たれたんでしょうか。まあその土器がムネムネしましたね。いや、じゃあ、胸がドキドキしましたよ。その中での、まあその昭和の名作、勝新太郎、タミヤ二郎の悪名を見てるような感じがしまして、本当にこの先また、新世界に戻ってまたこの二人は何をしでかすんかなというような期待が持てました。東京でもあのお客様たちすごい続編を希望してられました。 ありがとうございます。あの、あれ撮影現場の雰囲気どんな感じで思われたのかなと思うんですけども、もう和気あいあいとした本当にこう楽しい現場でした。ありがとうございます、はい、よかった、私たちも楽しかったです。はい、はい、では監督上西さんにお伺いいたします。上西さんが演じるコオロギは失読症で文字が読めないという設定ですけれども、そのような設定にした背景を、もともとこのコオロギというのは僕の舞台作品で、あの貧しくて学校に行けなかった男が、あの字の読み書きができないまま大人になってヤクザになってしまうっていう舞台作品がありましてですね、そこからあのこのキャラクターをぜひ赤井さんと喋らしたいなと思いまして、持ってくる時にやっぱり彼のそばにはそういうなんかハンデがあるような人格だったので、そこにまあこういった問題も、僕はあの結構この字をあの覚えれるけど読めないという問題に関してちょっといろいろあのリサーチしてましたので、ここでちょっとあのその表現を持ってきてみたいなと思いました。あのコオロギはあの一人ではちゃんと生きていけないっていうか、まっすぐ道を踏み外してしまうようなもので、カス吉のそばでこそ力も発揮できるし、まっすぐ前を向いて悪と戦うことができる、カス吉のそばにいると誰よりも力を発揮できるっていうようなことを僕はあのコオロギに託したかったということです。はい、ありがとうございます。今回あのすごい豪華キャストの方々をキャスティングあのされているんですけれども、そのこだわりみたいなものはございますか。それはやっぱり赤井さんが真ん中におられる作品なので、とにかくやっぱり豪華にしたかったし、で皆さんお声掛けしたら赤井さんということで皆さん いいないいなってすぐ皆さんもすぐあの受けていただいて、本当にあのキャスティングには何も困らずに、まだ増えそうだったんで、そうですね、ちょっともう収拾つかなくなったんでもう これぐらいにしたんですけど、続編ができるんならまた豪華キャストに、あの今日本当に、初日ご覧いただきましてありがとうございます。あのこの映画あのまたあの、まあ、こちら上手の方のお客様また下手で見ていただいたり、こう逆であったり前の方が後ろで見たりとかしたら、また新しい発見があると思いますので、ぜひともまたまた、劇場来て、ご覧いただけたらなと思います。ありがとうございます。もう本当に僕にとってはこれもう生涯生まれてきて最高の宝物に今感じてましてですね、あの本当に赤井さんとあの並んでポスターだとか見るたびにもう感慨深いものがありまして、この作品本当に一作で終わらせたくないので、皆さんあの今日見て楽しかったなと思われた方はですね、あのぜひ SNS 等で広げていただいて、あのこれが皆さん見ていただく方がどんどん増えると続編につながりますので、皆さんどうですか、続編見たいと思いません？昔僕イメージは昭和の作品にしたかったので、お茶の間、今お茶の間ってないじゃないですか、リビングでお茶の間、畳の上のお茶の間でブラウン管で見た作品のように感じていただきたいので、あの楽に見れる痛快エンターテインメント、昭和の匂いのする、それをぜひあの皆さんあのみんなに見ておいでって言っていただくことがもう何より力ですので、どうぞよろしくお願いいたします。本当に皆様本日お越しいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。
とうございました。せーの、ネバギバヤ。はい、ということでいかがでしたでしょうか。非常にですね、盛り上がっておりました。たくさんの、観客の方も非常に、盛り上がっている感じでしたので、皆さんもぜひですね、まあ、ナンバーパークスシネマ以外でもやってるんですけども、ぜひ劇場に足を運びいただいて、ネバーギバー新世界ご覧になってみてください。はい、よろしくお願いします。